ヤッポリーライチ梅川です。ハナプーです。サナです。はい、今回の動画はカードの紹介動画となってます。11月20日発売のハイクラスパックシャイニースター V に登場するカードを紹介していくんですが、はい、もうすでにねトレーナーズウェブサイトの方でカードリストが公開されております。はい、たくさんの色違いのポケモンが登場するということで、そちらのイラストなどを皆さんに見ていただきたいなと思っております。やったー。やったー。初公開ですか？初公開です。やった。いいですね。はい、ありがとうございます。何やらちゃんなすさんも髪色変わってますね。あれ、なんか色違い。そう、え、これに今日に合わせてきたんです。本当ですか？色違いちゃんなつきましたね。そうそう、色違いちゃんなつ。じゃあもう早速ね、はい、紹介していきましょうかね。1枚目の色違いで登場するポケモンはこちらです。ドン、ゴリランダー VMAX。 おー、強化拡張パック VMAX ライジングにトリプルレアで収録されていたゴリランダー VMAX の色違いとなっております。はい、ずいぶんイメージ変わりましたね。ねー、うん、ゴリランダ自体の色が変わってるだけじゃなくて、背景とかもかなり輝かしい加工になっているということで、うん、そうですね、なんかシャイニーって感じ、うん、まさにですよ。結構 VMAX ライジングの方だとちょっと暗めの感じの背景だったと思うんですけど、ですね、一気になんかパッて明るくなって色違いの色が引き立ってる感じがすごいしますね。ねー、はい、する。しかもこのイラストよく見ると、うん、パラーンっていうマークみたいなあるね。わかりますかね？ありますね。色違いのポケモンね、ボールから出すとピャンって光ったりしますよね。ね、その時の輝きなんですかね。そのイメージかもしれないですね。はい、実物、うん、光り方とかがすごいらしくて、うん、そうなんだ。ぜひこれ手に取ってもらいたいですね。うん、早く手に取りたい。はい。はい、まあ、ゴリランダー VMAX カードとしての性能も高くて、うん、まあ、大連打という技が最高で280ダメージまで出せますし、はい、まあ、相手によってダメージも変えていけるということで、うん、まあ、かなり器用に戦える強みがある。しかもエネルギートラッシュしたとしても、うん、まあ、草タイプにはザルンド V だったり、うん、ボルテージビートという特性を持ったゴリランダーなどもあるので、まあ、かなり強力なデッキを組めるポケモン VMAX の一つかなと思っております。はい、じゃ続きまして、また草タイプから色違い、かつ今回は新しいイラストで登場するポケモン1枚紹介します。せーの、ドン。はい、わたしらが、いやー、かわいいね。かわいいですね。やばいこれ技のね、めぐみの綿毛という技を持ってるわたしらがが、今回色違いかつ新イラストで登場しました。ウィスタートデッキに、ね、入ってましたよね。はい、技で自分のポケモンにエネルギーをつけていけるタイプの技を持ってるので、うん、かなり草タイプのデッキと相性がいいかなと思いますね。うん、これもまた随分イメージが色違いだと変わりますね。ですね、やっぱりキラキラもついてるし、うん、イラスト違いってことで奥の感がすごくないですか？ねー、しかもめっちゃおしゃれじゃない？なんかやっぱり色違いのポケモン、コレクションとしても一つ魅力的かなと思ってますので、うんうん、今回のハイクラスパックシャイニースター V、 ぜひいろんな方々にお手に取っていただきたいなと思ってます。はい、今後もポケモンカードチャンネルでは動画や生放送を通して登場する色違いのポケモンのカードを紹介していきたいなと思ってますので、はい、ぜひチャンネル登録して今後もチェックしてみてください。はい。